えー、今日は2016年1月18日です、えー、先週から我々スマップのことで、えー、政権をお騒がせしましたそしてたくさんの方々にたくさんのご心配とご迷惑をおかけしました、えー、このままの状態だとスマップが空中分解になりかねない 状態だと思いましたので、えー、今日は、えー、自分たち5人がしっかり顔を揃えて皆さんに、えー、報告することが何よりも大切だと思いましたので本当に勝手だったんですがこのような時間をいただきました、えー、この度は、えー、僕たちのことで、えー、お騒がせしてしまったこと、えー、申し訳なく思っております。 これからの自分たちの姿を見ていただきそして応援していただけるように精一杯頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いいたします本当にたくさんの方々に心配をかけてしまいそして不安にさせてしまい本当に申し訳ございませんでした皆様と一緒にまた今日から いっぱい笑顔を作っていきたいと思っていますよろしくお願いします今回の件でスマップがどれだけ皆さんに支えていただいているのかということを改めて強く感じました本当に申し訳ございませんでしたこれからもよろしくお願いいたします 皆さんの言葉で気づいたこともたくさんありました本当に感謝してます今回ジャニーさんに謝る機会を木村君が作ってくれて今僕らはここに立ててます5人でここに集まれたことを安心しています、えー、最後にこれから、えー、自分たちは 何があっても前を見てただ前を見て進みたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。